立市噴火湾文化研究所の永と申します私は主に縄文文時代ののやアイヌ文化の研究をしています本日は民族共生象徴空間「ウポポイ」の解説で注目も集まっているアイヌ民族について近年私たちが行っている発掘調査の成果をもとに分かってきた17世紀の彼らの暮らしと その暮らしに影響を与えた災害についてお話しさせていただきたいと思いますまず本日のお話の舞台である北海道伊達市宇須地区の位置をご紹介します宇須地区は北海道の南西部通称噴火湾と呼ばれる内浦湾の北東岸に位置していますアップにしてみますとご覧のような場所です 目の前に内浦湾、背後には活火山として有名な薄山と東野湖があります。えちなみに内浦湾の通称は噴火湾と呼ばれていますが、実際に噴火によってできたというわけではありません。1796年にこの地を訪れたブロートンという人が、えほぼ円形な湾の形と、 周囲を活火山が取り囲んでいるのを見てボルカノベイダと語ったことに由来すると言われていますさて本日の主題からは少し離れますがこの内浦湾沿岸の特徴として縄文時代以降の遺跡が数多く残されていることが挙げられます。私のの専門分野ででもありまますす少しだだけ触れさせていただきますこちらは 縄文時代の遺跡分布を示した図ですが、湾を取り囲むように遺跡が分布しているのがわかります。遺跡の中でも特にその数が多いのが貝塚です。こちらは私が2012年頃にまとめた北海道のすべての貝塚の位置を示した図ですが、北海道内に何か所かある貝塚集中地帯の中でも、 特に内浦湾の北東岸伊達市周辺には数多くの貝塚が所在しており全国有数の貝塚密集地帯として知られていますその代表例が今から約6,000年前の集落の跡である北小金貝塚です。少し先伝させていただきますとこの北小金貝塚を含む 北海道北東北の縄文遺跡群はユネスコの世界遺産に推薦されており順調にいけば来年の夏ごろ世界文化遺産に登録されることとなっています北小金貝塚は史跡公園として公開されており丘の上に復元した北海道内最大級の貝塚をはじめとして 約6000年間変わらずに水水が湧き続ける湧水点からの小川など縄文の雰囲気を感じていただける公園となっています千歳空港から車で約1時間周辺には東野湖や上別温泉などの観光地もあります北海道にお越しの際はぜひお立ち寄りくださいさて話を薄地区に戻します 全国有数の貝塚密集地帯である宇宙浦湾北東岸の中でも薄地区は特に貝塚の分布が密集しているところです薄地区のどこを掘っても貝塚が見つかると言っても過言ではないほどですさらに興味深いのは薄地区では北海道内最古級の縄文早期の貝塚から明治時代の初めまで 約年以上にわたり連綿と貝塚が作られ続けていますその背景には縄文からアイヌ文化に至るまで貝塚が、えー、生き物の命に感謝する送り場として作られたという文化があったことそしてもう一つ臼の地形的な特質も影響していると考えられます。 こちらは薄地区の標高を色別で示した地図ですこれを見ますと薄地区が大小の丘陵からなる凸凹した地形であることがわかりますこれは今から1万年以上前に起きた薄山の山体崩壊によって生じた岩屑なだれ堆積物いわゆる流れ山です これによって起伏に富んだ陸地が形成されるとともにアメーバ状に複雑に入り組んだ海岸線が形成されましたまた内浦湾という湾の中に小さな薄湾やさらに小さな入り江が形成されましたまた海岸線も砂浜があったり あるいは天海岸ががあっったたりと多様でで複雑ですそれれによって豊かな動物層が育まれましたこうして複雑な地形によって豊かな動物層が育まれそれを利用する人々の生業を安定させたほか天然の良好といえる海岸線が人々の暮らしを支えたと考えられています。 薄地区にはこうした地理的な条件を背景に多数の遺跡が残されていますそのうち本日の話題であるアイヌ文化の遺跡を黒丸でその中でも本日取り上げる17世紀ごろの主要な遺跡を大きな黒丸で示しました航空写真で重ねてみますとこのような状況になります 中央に見えるのが薄湾そしてそれを取り囲むように点在する緑色の部分これが流山になりますそしてこれらの流山の間に遺跡が立地しているという状況になりますさてこのように縄文以来連綿と人々が生活した舞台であり特に17世紀頃を中心として アイヌの人々の暮らしが展開していたこの臼地区ですがその後17世紀にも重要な位置を占めていましたそれを示すものの一つが当時ロシアの南下などの問題を抱えていた江戸幕府によって設置された蝦夷山間寺の一つである善光寺ですまた 北海道の名付け親としても有名な松浦竹志郎をはじめとして多くの旅行者もウに立ち寄っていますこれは竹志郎が記した当時のウの様子で中央の下の部分に会所と呼ばれる商売や交通の拠点だった場所が描かれていますこのように17世紀から明治 にかけて非常に重要なところであった薄地区ですがこの地での人々の暮らしの主体はアイヌの人々でしたここからは考古学の調査で明らかになってきた彼らの暮らしを見ていきたいと思います近年の発掘調査によって17世紀のアイヌの人々が暮らした集落の様子が だいぶ分かってきましたまず当時の集落の様子や人々の暮らしをご紹介したいと思いますはじめに住居です薄湾の南岸の流山の間に位置するカムイ・タプコプ死体石で2010年から実施している発掘調査によって北海道南部で初めて アイヌの住居、チセイの跡が発見されましたそれがこちらです赤色で示した周囲に柱がめぐる長方形の平面形の住居で中央付近に炉の跡が見つかっていますこれが建てられた時期は検出された僧位から1640年より前 と考えられていますこの住居跡の調査によって得られた所見に基づいて復元された当時の家の跡の姿がこちらです復元の結果、道内の他の博物館などで復元されている住居跡と比べて薄地区の住居は柱が細く、それほど背の高くない という特徴があることが分かりました次にウス湾の南岸の砂丘上に位置するポンマ遺跡で発見された住居を紹介したいと思います赤色で示した位置から2頭が重複して検出されましたこの 住居は北側にすぐ近くまで薄湾が迫る場所に立っています。こちらがその写真です。写真奥の建物のすぐ裏側が薄漁港になっています。また、そのさらに奥に見えるのが薄山の山裾になります。 ポンマ遺跡で発見された住居もやはり柱がが細いといとう特徴がありますまた2軒が重複した位置関係にありさらにその規模や規格がほぼ同じであることからおそらく同じ居住者によって建て替えられたものであるという可能性が指摘されています。 この住居が作られた時期ですがこの発見された炉の総医学的な年代から古い一棟が建てられたのは1640年の前後新しい一棟が建てられたのは1640年から1663年の間と考えられています。次に 貝塚を見ていきたいと思います再びカムイタプコップした遺跡です図の中で青色に示したのが貝塚ですこちらの貝塚をアップにしたものがこの右側になりますこの貝塚からはアサリを主体とした貝や魚あるいはクジラやオットセイなど 怪獣類の骨が多数出土しますこれらは当時のアイヌの人々が海で捕まえてきた獲物になりますので当時の資源利用の様子がよくわかりますまた貝塚の中から出土した骨格器には見事なアイヌ模様が彫刻されています。 こうしてアイヌの人々の道具が貝塚の中から出てきたことによってこの貝塚がアイヌの人々の手によるものであるということがわかりますちなみにこの貝塚は検出された創位から1640年から1663年までに形成されたものであるということが分かっています こちらがその貝塚の写真手前に見えるのが貝塚になりますそしてこの写真でもう一つ注目していただきたいものがありますそれは貝塚の奥に見えるこの島状の遺構ですこれはアイ,ヌがアイヌの人たちが営んだ畑の跡になります かつてアイヌは狩猟採集民であり、農耕はしない、あるいは素方的な、まあ、簡単な農耕しかしないというふうに言われてきました。しかし、私たちの発掘調査によって、アイヌがしっかりと埋ね立てされた本格的で、しかもかなりの規模の畑作を行っていたということが明らかになっています。 薄湾の東流山の間に位置する薄イ遺跡をご覧いただきますこちらがその薄イ遺跡で発見された畑の跡です黒色の土がうねうねと波打っているのがお分かりいただけるかと思いますこれがまさに畑の畝、ね、でこれが検出された相位から やはり1640年から1663年の間に営まれたということがわかる畑の跡ですウスヨン遺跡ではこうしたうね立てされた畑がかなりの範囲で確認されましたそれがこちらになります遺跡の中央付近は防疫として利用されていたようでこれらを避けるように 畑が広が広っています畝の方向をよく見てみると縦に畝があるものから横に畝があるものなどさまざまの方向がいくつか異なっていますのでおそらく同じ場所を何度も耕すのではなくて点々と地点を変えながら工作をしていた畑を営んでいた。 というふうに考えられます次にカムイタプコプ死体積の事例ですここでもやはりご覧のようにウネが何列も並んでいますこのうち左側のウネの上を見ていただきたいんですけれどもウネの中に小さな穴がいくつか開いています しかもそれが千鳥状にに互い違い違並んで検出されました私たちはこれを当時植えられていた作物の痕跡ではないかと考えじゃあ何を作っていたのかということを調べるために穴の中の土壌に残されたでんぷん流の分析を実施しました。こちらが 畑の畝の断面とこちらには作物痕跡と見られる穴の中からのその土壌のサンプニングの様子を映していますでんぷん流というのは非常に組織が強いということで数千年間その形が壊れずに残るまた植物によってでんぷん流の形には特徴があるということで そのでんぷん流の形を調べるとどん,な作どんな植物があったのかというのがわかるんですけれどもその残存でんぷん流分析の結果とこの作物痕跡の穴の形状からおそらく株の類が栽培されていたというふうに考えていますさて先ほど見ていただいたこちらの写真ですが。 もう一つ重要なことを示していますそれはこの畑を営んでいたのがアイヌの人々であるということを示している点です。臼地区には古い時期からいわゆる和人が入り居住ししていましたそのため畑を営んだのはアイヌではなく和人なのではないかということも考えられます。しかしか 手前の貝塚がアイヌの手によるものと言いましたがその貝塚と畑が非常に接近しながらしかしお互いを避けるようにこの貝塚を畑が壊すこともなくあるいは畑に貝塚が覆いかぶさるようなこともなく共存しているということからこの畑が貝塚と同じようにアイヌの人たちの手によって営まれたものである。 しかも貝塚と畑が同時期に営まれていたということがわかるのですここまでご紹介してきたように17世紀のアイヌの集落の様子がかなり分かってきましたポンマ遺跡でおさらいをしますと当時の集落のさまざまな施設の配置はこのようになります。 写真で示しますとこのような形になります。オレンジ色の部分に住居がありその近くに青色で示した貝塚緑色で示した畑さらに赤色で示した墓があるという集落施設の構成です。ちなみにこの集落の背後に見えている山が薄山になります。 さて、ここまで各集落の施設の時期として年年や年という数字が出てきました。なぜそこまで細かく時期がわかるのでしょうかそれは臼地区の周辺環境がもたらした考古学的な研究の面での利点ともいえますがこちらが「 薄地区の地面の中に見られる基本的な土層の断面です下からこの地域の基盤になる茶色い砂丘の砂その上に過去の人たちが利用した黒色の土そして注目していただきたいのがその黒色土の上の部分この白い部分と さらにその上の少しピンクがかった、あるいは緑がかったこの部分です。実はこの二つの地層は、いずれも17世紀中頃にこの地域を襲った二つの大規模な災害の痕跡なのです。その大規模災害とは、一つは北海道駒ヶ岳の噴火と、 それに伴う山体崩壊によって生じた津波でもう一つが薄山の噴火です。これらの災害はいずれも数百年に一度という規模の大規模な火山災害で文献記録によって発生した年が明らかになっています。駒ヶ岳の噴火津波が年。 薄山の噴火が1663年です二つの大規模災害をもたらした火山の位置と薄地区との位置関係はご覧のようになりますもう一度災害痕跡の様子をアップにして見てみますとご覧のようになります薄地区では え千六百四十年の駒ヶ岳噴火津波によって運ばれた津波堆積物海砂が五六センチ、え千六百六十三年の薄山噴火によって降り積もった火山灰が四十センチ以上も堆積しています。え私たちはこの写真の中で特に二つの災害の痕跡に挟まれたこの三層としている。 この地層を注目しています。というのもこの3層が堆積したのは1640年より後で1663年より前であるということが明らかですのでつまりこの23年間に限定できる地層だからです。考古学の世界では 二十三年間という短い時間幅で物事を語ることができる場面というのは極めて貴重ですこうして宇津地区では当時の人々の暮らしがより時間軸を絞ってより解像度高く知ることができるのですではここからは宇津地区の遺跡を紹介しながら検出された遺構の変遷そして 二つの大規模災害が人々の暮らしに与えた影響について見ていきたいと思いますまずウスイン遺跡です先ほど広い範囲で畑が営まれていたことをご覧いただいた場所ですウスイオン遺跡の位置と基本情報ですウス湾のすぐ脇にある遺跡なんですけれども 長里山の影に隠れて海は直接見ることができません。現在の標高は約三メートルです。海は直接見ることができないんですけれども、津波堆積物や薄山噴火の火山灰が堆積しています。薄沿遺跡での薄山噴火以前、つまり千六百六十三年以前の移行配置です。 このうち、墓と畑跡の一部は、駒ヶ岳噴火津波の後、薄山噴火の前という1640年から1663年の間にの23年間に限定できる遺構です。特に目立つのはやはり畑です。その畑が薄山の噴火によって降り積もった火山灰で埋まってしまいました。 これは畑跡の検出状況の写真です厚く堆積した火山灰を取り除いたところ火山灰と黒色土が島状になっている部分が見つかりましたこれが畑のウネとウネ間です畑が完全に埋没してしまったことがわかりますでは噴火の後 この場所がどうなったかと言いますと明確にアイヌの人々が残したと考えられる遺構がなくなり和人が作ったとみられる掘ったて柱の建物が検出されました噴火の前まではアイヌの日常生活の場であったこの地点が利用方法が変化したということがわかります 次に、ポンマイ跡を見てみます。ポンマイ跡は、薄湾の南岸に位置し、現在の標高は約3メートル。やはりこの地点でも、津波堆積物と薄山の火山灰が検出されています。何度もご覧いただいてきましたが、1663年の薄山噴火以前のこの場所は、中京。 貝塚畑からあと墓からなる集落でしたそのほとんどが二十三年間に営まれたものです写真ではこのようになりますそれが薄山が噴火した後は多くの施設が姿を消し墓だけがあるという状況になります 火山の噴火によって土地の利用方法が大きく変化したということがわかります大きく変わったのは施設の数や種類だけではありません地形も大きく変化しました薄山が噴火する以前のこの場所は薄湾につながる小さな入江が目の前に迫っていました それがこの白い線で示したラインですこちらが小さな入江になっていましたそれが厚い火山灰が堆積したことによって辺り一面平坦な地形に様変わりしてしまいました先ほど入江があったのがこの辺りになりますすっかり埋まって平らになっていますこのように 厚く火山灰が堆積したことによって、集落の施設が影響を受け、地形も大きく変化してしまったことによって、噴火の前後で土地の利用方法が大きく変化したと考えられます。背後に見えるのが薄山です。このポンマイ石で確認できる災害前後の集落の様子の変遷をたどると、このようになります。 ポンマ遺跡では1640年の駒ヶ岳噴火津波のあと住居や貝塚や畑が営まれ生活空間として利用されましたこのうち同じ場所で同じ規格で建て直された住居について考えるとあるいは津波による被害を受けた後に同じ場所に再建されたという可能性も指摘されています つまり津波の後ののの後復興生活空間の再建を示すすものと考えられますそれが1663年に有山が噴火すると土地の利用方法を大きく転換し生活空間であった場所を貿易として利用するようになりますこうした2つの災害前後に土地の利用が変化した様子は 他の遺跡からも見られます宇須地区の主要な <laughs> 遺跡に見られる災害前後の集落施設の変化を示した図ですこれを見ますと1640年の駒ヶ岳噴火津波の以前多くの場所で貝塚があったり畑があったりという集落が展開していました その集落の様子は津波の被害をを受けても大きな変化をすることはありませんこのことから人々は駒ヶ岳噴火津波の被害を受けてから23年の間に復興生活空間の再建をしたことがわかりますその一方で1663年の宇珠山噴火の被災後 各地点の様子は大きく変化します生活空間にあったさまざまな施設が姿を消しその土地の利用方法が変わっていますこの薄山噴火後の様相の変化からは災害の物理的な影響とともにわずか二十三年という短い期間の間に数百年に一度という規模の大規模災害に 2回も被災した人々が受けた心理的なダメージの大きさというものも想像されますしかしながらこの地に暮らした彼らはこのウスという土地を放棄したわけではありませんでしたそれを示すのがポンマ遺跡のやや内陸寄りの地点です 先ほどご覧いただいた薄山噴火によって集落の様子を大きく変えた地点からやや内陸に入った標高約4メートルの地点で見つかったのは薄山の火山灰のすぐ上に作られた貝塚でした火山灰の直上に貝塚が作られたということからえ噴火の後も人々は この地での活動を継続していたということがわかりますまたそれだけではなくウス山噴火後より積極的に利用するようになった地点もありますそれはウス湾北岸のウス善光寺2遺跡ですウス善光寺の門前にある遺跡です この薄善光寺2遺跡はスワ湾北岸の海岸段丘上ここが段丘になって一段高くなっておりますがその標高約1 0メートルの地点で見つかりましたこの地点では標高が高いこともあり駒ヶ岳噴火津波の堆積物は確認されておりません この地点は有珠山の噴火以前はさほど積極的に利用された場所ではありませんでしたご覧のように、えー、見つかる意向も非常に少なくて密度もそんなに高くありませんしかしそれが噴火後にはこの地域で最も積極的に利用される土地へとなりました多数の貝塚が見つかっています その理由ですけれどもこちらが雨山の噴火によって火山灰が堆積する前のこの地点の様子の写真ですこちらに発掘作業員の方々の姿が見えますがその人物の大きさと比べてもかなり大きな岩が転がっているのがわかるかと思いますここのようにあこちらは 雨山の山体崩壊による岩なだれ堆積物である巨石ですがこうした巨大な岩がゴロゴロと転がっていて人々が利用するにはとても不向きな場所でしたそれが1663年雨山が噴火し厚い厚い火山灰によってパックされたことにより巨石が埋まり 平坦な土地になりましたこれによって人々が利用しやすい地形になりまた津波も来ない場所として人々が積極的に利用するようになったと考えられますこのように二度にわたる巨大災害は17世紀中頃のアイヌの人々の暮らしに大きな影響を与えましたが 人々は生活空間を再建させたりあるいは土地の利用方法を変化させたりしながらしたたかにまた力強くこの地での暮らしを維持し続けたのです最後にまとめと今後の課題をお話ししたいと思います本日は二つの災害の前後で 集落のの様子や土地の利用方法が変化ししたことを中心にお話ししてきましたその結果どちらかといえば2度目の災害つまり薄山の噴火の方がより大きな影響を与えた可能性があるということが分かりました直接的な人的被害を比べてみますと駒ヶ岳噴火津波の方が人的被害は多かった ようなんですけれども、えー、集落の様相からはこのウス山噴火の被害の方がより大きな影響を与えたと考えられますそれにはわずか23年後という衝撃もあったことと思いますまた当時は商氷期と呼ばれる世界規模の寒冷期に該当しておりました それに伴って世情がかなり不安定になっていてアイヌの社会もかなり安定を欠いていた時期と重なっています。また火山灰が厚く堆積したことによって地形や景観が大きく変化したことによる影響というものも考えられます。しかしこうした被災を繰り返す人々でしたが 彼らは薄の地を放棄せずさまざまな工夫を凝らしたりさまざまな努力のもとしたたかに力強く生きたそうした人々の姿も見えてきたと思います今後はこうした災害がアイヌの社会に与えた影響ですとか人と土地との関係性結びつきについても もっと多角的に考えていいいきたいと思います最後になりましたが日頃から私たちの調査研究にご理解ご協力をくださっている地元のアイヌの皆様また地域の皆様に感謝申し上げます。雑白な話になってしまいましたが本日の私はこれでおしまいとさせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。